東京都調布市にあります武蔵野の森総合スポーツプラザです。第72回全日本バレーボール高等学校選手権大会春の高校バレー大会2日目 B コート第2試合、埼玉県代表埼玉栄高等学校と熊本県代表鎮西高等学校の対戦です。この放送解説は男子日本代表のコーチ妻狩勝俊さん、実況はテレビ新広島深井でお伝えをいたします。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、2回戦の好カードのうちの一つと妻狩さん言っていいでしょうかね。そうですね、まあ、昨日も埼玉栄総督高校を相手に非常にいい戦いしてましたので、非常に注目のカードとなっていると思います。はい、果たしてどんな勝負が見られるんでしょうか。ではスターティングメンバーをご紹介してまいりましょう。まずは5年連続9回目の全国出場を果たしています埼玉栄高校、背番号1番キャプテンです橋本学徒、2番に大エース昨日は足をつるというアクシデントもありました砂川雄二郎、4番ミドルブロッカーです林匠、5番に正セッター清水亮太、6番こちらもセンター戦ですミドルブロッカー島津レオ、8番に左利きサウスポーのアウトサイドヒッター工藤気づく、リベロには7番の橋本拓磨、9番の絹山和也が登録されています。チームを率いるのは伊藤久一監督です。対する熊本県代表11年連続32回目の全国出場です鎮西高校です。スターティングメンバーです。背番号3番大注目ですエースキャプテン水町大斗、4番ミドルブロッカー谷武義3年生、5番こちらもミドルブロッカーです栄敦樹、6番にアウトサイドヒッターの松岡譲、8番にこちらは2年生アウトサイドヒッター山崎大河、10番正セッターです前田玲、リベロには12番のアラオレオン、そして14番の高木大河が登録されています。チームを率いるのは47年目という大ベテランです畑野久雄監督です。昨日フルセットの末1回戦突破を決めた埼玉栄か、それとも前回の王者この春高を制した経験がある鎮西高校、あの時の1年生たちが3年生になって迎えているというオレンジコートです。果たしてどんな展開どんな試合が待っているんでしょうか。2回戦屈指の好カードは間もなくホイッスルを迎えます。第2試合、今試合開始のホイッスルが吹かれました。埼玉栄のサーブから試合が始まっています。やはり水町からまず決めてきました。この人背番号3番キャプテンの水町斉藤、1年生の時に当時の3年生のエース熊田と共にチームを牽引してこの春高を制したという経験を持っています。水町がまずファーストポイント。さあ妻狩さん、はい、やはりこの鎮西高校経験も、ね、豊かなんですけれども、ただ前々回の春高以降タイトルがないんですね。そうですね、やはり水町君の負担が、まあ、大きいところがちょっと、まあ、問題があると思うんですけども、まあ、その期待に、まあ、水町君は非常に、応えていると思いますが、今日サービスエースで4連続ポイント、序盤は鎮西高校が流れを握っています。ここで水町のサービスエースが飛び出しました。そのサーブが続きます。埼玉栄はここで切っておきたいところ、清水はどうするか、レフトに大きく振って砂川だ、3枚ブロックついていますがラインを割っています。ここで流れを一つ切りました。今の砂川のスパイクですが足の状態などはどうでしょうか。そうですね、今のところそんなに気になるプレーではないと思いますね。また試合中盤そして終盤になってきてどうかというところでしょうね。そうですね、昨日は足を痛めてフローターサーブにもなった砂川ですがここはジャンプサーブを打っています。松岡のスパイク、今度ライトに振る山崎が押し込むというところですが今度はバックアタック水町拾っています。埼玉栄こちらもレフトに大きく振って橋本学徒をよく見ていた。今いいところ落としましたね。そうですね、相手コートよく見ていました。そうですね、ペイントカバー来てたんですけどその後ろにちょっとプッシュしましたね。橋本は昨日第1セット6得点、第2セット4得点、そして勝負の第3セットで9得点を挙げました。
まあ、砂川が途中交代をしたということもあってかなり責任を一人で負って見事にその活躍をしてみせたという橋本でした。そうですね、昨日も砂川君が外れた時は俺にボール持ってこいというよく声出てましたね。そうですね、その砂川のサービスエース点差を縮めています埼玉スピカイです。クロスに打ってきた水町に託す、前衛後衛関係ありません。この攻撃力、水町が決めて7対5、点差再び2点となっています。水町は昨日第1セット10得点第2セット8得点満面なく決めています。前に落としたネット際押し込んだ、ここは抜け目のないプレーでした。松岡譲る、まあ、この相手の世界のサーブレシーブは安定してないですね。そうですね、昨日はサーブレシーブの返球率 83% という数字でしたが、少しちょっと序盤は相手のサーブに苦しんでいる感じでしょうか。そうですね、ちょっとオーバーしているボールが多いですね。はい、点差は再び2点です。埼玉栄は島津玲央がサーブに下がります。ジャンプローター、いいサーブだ、返し切ることはできませんでした。ここで島津のサービスエース1点差。ジャンプサーブだけではなくてこういったテクニカルなサーブも非常に力を入れています埼玉栄高校。1点差に詰め寄っています。島津のサーブが続く、ネットインだ、前田レフトに振って速い攻撃、松岡がここは1本決めています。水町以外の攻撃の選択肢というところでいうと今の松岡、そして2年生の山崎大河、アウトサイドヒッターはこの2人が入っています。2年生の山崎が後ろに下がります。彼はバックアタックも打つことができます。清水クイックだ、ワンタッチはどうか、ありませんでした。鎮西高校にポイント、ここで3点差に広がります。序盤は鎮西高校がリードをするという展開でこれから中盤に差し掛かるという第1セットです。山崎のサーブが続きます。ジャンプローター、橋本、清水レフトに大きく打って橋本大河走らされました。後ろから水町苦しい体勢だが、あっとよく見ていた、強打だけではなくてこのテクニカルなところですよね。そうですね、その前のやっぱりリベロの荒尾君のポジショニング良かったですね。なるほど、ワンタッチボールしっかり、そのボールの行き先を読んでいいポジションしていましたね。高校バレー界ナンバーワンリベロとの呼び声も高い荒尾レオン、そのレシーブも生きています。押し込んだがブロック3枚ついていた、このブロックが要所要所でこの第1セット鎮西高校よく決まっています。埼玉栄高校1回目のタイムアウトです。ボール構えてそんな強いサーブ打てるわけじゃないから、全部崩すのそこ入れなくなっちゃうと、そんなビビってもしょうがないから切り替えしないと、そんなに打ってないから三つ橋だけだから、プッシュとかちゃんと拾ってレシーブ、足が動いてないからちゃんと動いて、それでまずは昨日のゲームでは砂川が途中で負傷をして一時交代、その時にチームを引っ張った橋本岳と共に3年生として最後の舞台、エース2人でもう一度流れを持ってくることができるでしょうか。埼玉栄高校点差は5点です。山崎のサーブが続きます。埼玉栄は流れを切りたい、砂川のバックアタック、足の状態はここまでは問題なさそうです。埼玉栄は昨日の広島県代表総得戦ではブロックポイントが9つありました。かなりあの攻撃を読んでいたなという感じはしたんですけれどもね。そうですね、あの高さのある選手が多いので、非常にまあ武器ではあると思いますね。はい、ここで埼玉栄は昨日に続いてまたブロックで止めたいところですが、その上でした。ワンタッチ取っています。鎮西もかなりあのセッターの前田が今日は水町に偏らずにいろいろと振り分けているなという感じでしょうか。そうですね、序盤はそういう形に持っていこうとしていると思いますね。はい、鎮西は松岡が後ろに下がります。ジャンクローター、清水は今度はどうするか、クイックを使ったが、なかなかこのコンビネーションが今日は埼玉栄決まっていません。昨日は林が非常にいい形でアクセントになっていたんですが、鎮西これで第1セット早くも3つ目のブロックポイントです。昨日の埼玉栄のあのブロックを鎮西がやっているような感じです。
さあ清水はどうする、レフトに大きく打って橋本学徒頼りになるキャプテンの一撃でした。今のスパイクいいですね、はい、今埼玉栄は橋本が前にいて非常にいいローテーションではあります。失礼、ここで橋本が後ろに下がります。砂川が前に上がりました。橋本の強烈なジャンプサーブ、ここで連続ポイントが欲しいところ、デッドイン前田、ここは水町がスタンディングで返すだけ。工藤のスパイク、2枚ブロックついています。レフトに大きく振って砂川、砂川にはやはり3枚ついています。水町2枚ブロックはどうか、ポイントは鎮西でした。ブロックアウト。埼玉栄も今きっちりついてブロックは機能したんですがブロックアウトでした。やはり水町君ちょっとクロスの方向スパイク多いので、はい、まあ、クロス方向のブロックですね、ミドルブロッカーの選手は左手出すことが大事ですね、はい、ここはレッド両手振って砂川だ、ストレートに打ち抜きました。1年生の時からスタメンに名を連ね続けている砂川裕次郎、去年8月の世界選手権でアンダー19の日本代表に入っています。まあ、水町に負けないぐらいの攻撃力というのがね、砂川もありますからね。そうですね。林のジャンプサーブ、センターに入っているクイックを使いましたがここもブロックアウト。なかなかブロックでポイントというところまでは埼玉栄は至っていません。10番前田君よく振ってますね。そうですね、鎮西の正セッター前田、1年生の時に当時の正セッターが負傷して急遽デビューをするというデビュー戦でした。砂川フェイント、荒岡ちょっと交錯した、返すだけ。埼玉栄はチャンスボール、さあ誰が行くか、バックアタックでいった、アンダーで上げています。橋本拓磨、そして砂川に振るがちょっと体勢が苦しい。こちらは水町、ネット際の押し合いになります。押し込んでいますが上がっている、もう一度砂川、3枚ついています。今度はバックアタック、フェイントでいった、ラリーになっています。どちらがものにするのか、長いラリーを制するのはどちらか、上がっている砂川だ、ワンタッチはありませんでした。このラリーをものにしたのは鎮西、7点差。じわりじわりとちょっと差が広がってきました。そうですね、今のラリーは、まあ、両チームいいブロックフォローをしてましたね、互いにいい形が出ましたが最後にラリーを制したのは鎮西。清水、もう一度バックアタックに行くがしかしシャットアウト。これでこのセット鎮西4つ目のブロックポイント。昨日は2セット通してブロックポイント3つだった鎮西ですが、第1セットで今日は早くも4つ目のブロックポイントを決めています。清水、砂川、3枚ブロック、ここも来た。いや、このブロックは本当に今日強いですね。そうですね、もうブロックもクイックレフトを厚めにいっているの で、はい、で水町君もよくヘルプ行ってますので、ちょっとブロック引っかかってますね。鎮西これで4連続ポイント19対10。さあ清水はどうするか、ライトに振って工藤、ストレートに打ちました。ここで清水から工藤というラインを使いました。ちょっとやはり砂川あるいは橋本に対するマーク、ブロックが鎮西しっかりとついています。埼玉栄はセッターの清水がどう振るか、前田からここでクイック、谷を使いました。水町とは小学生の時から共にプレーをしているミドルブロッカーの谷武義、3年生という集大成の舞台でもう一度頂点へ、そんな思いは人一倍強い選手です。点差再び9点。清水、工藤だ、ワンタッチはなし。清水も工藤を連続で使ってきましたが、点差が再び10点に広がっています。そうですね、やっぱりクイックレフトにブロック厚めに来ているので、どうしてもライト方向から攻めたいというのがありますからね。なるほど、清水としては狙いは間違っていません。そうですね、攻めたサーブでしたがエンドランに待っています。21対12。第1セットは終盤に差し掛かっています。鎮西高校が大きくリード。砂川のサーブで埼玉栄は連続ポイントが欲しいところですがネットにかかってしまった。10点差にまた広がっています。
なかなか埼玉栄としては思うような展開になっていません。谷のサーブはラインを割っています。お互いにサーブミスが出て得点を譲り合う形、22対13となっています。今度は島津のサーブ、前に落とそうというところでしたが、またサーブミスが出ました。23対13。特に埼玉栄は水町君がバックの時にちょっと得点を取りたいところですよね。今まさにこのローテーションですね。そうですね、はい、水町はまだ後ろにいるというローテーションです。鎮西高校そこをつけるか、バックアタックでいった、拾っている、荒尾が大きく上げて水町がソフトスパイク、時間差攻撃上げています。もう一度立て直す、今度は砂川だ、クロスに打った、上げている、しかしホイッスル鳴っています。タッチネットがありました。ここはポイント埼玉栄に入っています。さあこの場面で埼玉栄は連続ポイントが、ね、あれ欲しいですよ ね、 そうですね、はい、ここでしっかりと攻めることができるかどうか。点差はまだまだ開いています。セッター清水のサーブ、前田、時間差、ここは松岡を使ってきました。前田、今度はバックアタックだ、ストレート、こちらもバックアタックでお返し、ネット上ボールが走っていきました。ここで連続ポイントは埼玉栄高校です。点差は大きく広がっていますが、埼玉栄としては昨日の1回戦のようなあの第3セットに見せた大逆転劇、まさにドラマチックな第3セットでした。そんな展開にできるかどうか。クイックを使った、栄へのトスでした。今度はバックアタック、水町上がっています。前田、今度は松岡、しかしポイントは埼玉栄に入っています。これで埼玉栄が3連続ポイント。少しずつですがどうでしょう、勢いを取り戻してきているという感じでしょうか。そうですね、埼玉栄としてはこのバックに水町君いるときに、サーブを水町君に集めて、はい、助走を十分取らせないでパイプを打たせたくない形を取ろうとしているので。あ、なるほど。ただしかしここで切ってきました。今のサーブも水町を狙ったんですが、ただしかし最後はまた水町が決めるという展開で24点目。第1セット鎮西高校セットポイントを迎えています。さあここは松岡のサーブでリスタート、しかしエンドライン割っています。24対17、点差は7点です。ちょっとサーブミスが続いてますね、鎮西は。そうですね、なかなかあのブロックポイントは多いんですが、サーブでというところでちょっとミスが終盤出てきています。鎮西高校、橋本学徒のジャンプサーブ、ネットインだ、荒尾、前田、そして水町、やはり最後は大エースの水町台頭、25点目をもぎ取りました。第1セットは25対17、鎮西高校がものにしています。
勝トーナメント2回戦、鎮西と埼玉栄の一戦、第2セットホイッスルが吹かれました。第1セットは鎮西らしさを発揮してものにしたという第1セットでした。埼玉栄としては後がなくなった第2セット、ファーストポイントは鎮西がものにしています。さあ第1セット振り返りますと、ブロックポイントを決めると鎮西は水町が7得点という形、昨日は第1セットで、10得点していましたので、まあ、妻狩さん、ある程度昨日に比べるとかなりセッターの前田も攻撃を散らしているのかなという感じでしょうか。そうですね、あの要所要所でクイック出したり、6番の松岡君が打ったりと、非常に一つワークだと思いますね。そうですね、一方の後がなくなった埼玉栄ですけれども、ちょっと昨日のいい形がなかなか作れずに第1セット終わってしまったかなという印象でしょうか。そうですね、若干やっぱり疲れがあるのかなと思いますね。昨日は2番の砂川、そしてセッターの清水、さらにはキャプテンの橋本も少し足を気にする素振りを見せました。満身創痍という中ではありますが、この2回戦強豪の鎮西と当たっています。2対1、鎮西リードに変わっています。水町君がよく打ちますね。3枚ブロックでも上から打ちますからね。あのマークはしっかり相手も当然するわけですけれども、物、ね、とも しないですね。あのスーパールーキーと呼ばれた2年前から必要なマークを相手がしてくるようになりました。水町対あれから2年経ってまさに成熟した、そんな姿を見せています。3対1。鎮西のサーブは5番の栄です。ジャンプローター、セッター清水に返っています。クイックだ。ワンタッチはありませんでした。ポイント鎮西です。3連続ポイントで4対1としています。あの埼玉栄のセッター清水もなんとかこの砂川橋本だけではなくていろいろ振り分けようという、ね、この意識は見られるんですけれども、なかなかワンタッチが取れていなかったりとか。そうですね、ちょっと難しいコンビネーションになっています。ただ今鎮西の方がブロックチェンジをして、まあ、砂川君にタップトス上がってくるだろうなというところで水町君の方にブロック回ってましたね、はい、今2枚ブロック、3番の水町、そして4番の谷2枚が飛んでいました。しかしその2枚ブロックの横、砂川が決めて4対2としています。ジャンプサーブ、埼玉栄の大きな特徴はこの攻めるサーブです。レフトに待っているのは水町だが、ネットは越えませんでした。ここで3枚ついていました。一つ流れを切った埼玉栄、昨日はこういったブロックで総督の攻撃をシャットアウトするという場面が何度もありました埼玉栄高校。点差は1点です。林のサーブはエンドライン、攻めたサーブでしたがわずかに待っています。お互いにサーブミスで得点を譲り合うという形が第1セット終盤はありました。第1セットはサーブミスが埼玉栄が3本、鎮西が4本ありました。セッターちょっと難しいセットアップだ。押し込んだのは鎮西でした。ワンハンドで今清水がなんとかセットアップしようというところでしたが、点差は3点に広がっています。最後は谷が押し込んでいました。鎮西高校、鎮西のサーブでリスタートしています。前田のサーブ、砂川3枚ついている。アンダーで大きく上げました。水町ですが、これはホイッスル鳴っています。ポイントは埼玉栄。実はこの両チームは鎮西がこの春高優勝した2年前に当たっています。その時埼玉栄高校は鎮西に敗れて全国の舞台から姿を消すということになりました。まさにそのリベンジの舞台でもある今日の2回戦、砂川が何とか押し込んでいきます。2で返した。アラオが今隙を突くような2アタック、ライトに待っていた。ここで水町がライトアタックを使いました。7対4。センターからレフトからそしてライトから縦横無尽にコートを動き回っています。水町タイト、その水町は後ろに下がります。ジャンプサーブです。センター清水、工藤のバックアタック上がっています。そしてこちらもバックアタック返し。水町ここで連続でポイントを決めています。ね、自分でレシーブしてここからのスパイクですからね、まあ、これが鎮西のスタイルですよね。そうですね、まさにチームの大黒柱水町タイト、その名に恥じぬ活躍を見せています。
点差は4点です。水町のサーブが続く。ここは2で返していった。難しいトスアップ、ライトから。ここは山崎大が2年生いいスパイクを打ってきました。なんとか水町さんの負担を減らしたいと話していた山崎大がその言葉通りいいスパイクを決めています。さあ水町のサーブが続く。セッターには返っています。砂川ストレートに打ってきた。水町がレシーブして水町が打つ。ネット際。もう一度立て直すのは埼玉栄。バックアタックはちょっとタイミングずれた。フィント気味。相手のパスが最後穴を飛び込みましたが返すことはできませんでした。いやそれにしても水町が自分で受けて自分で打つというような本当にいい形が鎮西は作れています。点差は4点です。砂川のジャンプサーブダイレクトアタック、アンテナに当たってしまった。ここは埼玉栄がじわりじわりと点差を縮めています。さあ今度は埼玉栄は後ろに砂川が下がってサーブを打つというローテーション。前にはキャプテンの橋本学徒がいます。クロスに打っていきましたがラインを割りました。あの水町君がバックにいるのでちょっとサーブで攻めて有利な展開に持ち込みたいですよね。そうですね。センターに返っています清水。レフトから橋本学徒が打ちましたが上がっている。水町には渡さない。どうするか。砂川これはスタンディングで打つ形。ライトアタックを使った。今日はいいアクセントになっています。山崎大が松岡とともに水町に的を絞らせないという相手ブロックもちょっと翻弄されました。そうですね。ストレートが入ったらしっかりストレート打ちますね。インターハイの後からスタメンに抜擢をされた山崎が決めています。そして今度はブロックポイント。第1セットに続いてこの大きなブロックポイントが飛び出しています。第2セット埼玉栄高校1回目のタイムアウトです。足が出てない。気持ち出しろ気持ち。昨日フルセットの激戦を制した埼玉栄。大エースの砂川は鎮西の水町と同世代。しかし砂川は水町には絶対に負けたくないんだとそんな話をしています。その言葉通りもう一度輝きを放つことができるか埼玉栄高校。時間差攻撃上げている。リベロの橋本拓磨が上げています。前田そして今度ライトから山崎のスパイク。よく上げましたね、はい、埼玉栄の橋本君。そうですね。ただまあ今日の鎮西はサーブでリベロの橋本君をターゲットにしているみたいなので、はい、ちょっとそこでちょっと頑張ってほしいですね。もともとサーブレシーブは得意なリベロの橋本拓磨ではありますが、ただしかし鎮西もよく相手を研究しています。押し込む形12対8となりました。埼玉栄のサーブが続きます。先ほどサービスエースもあったミドルブロッカーの島津レオ。セッター前田はどうするか。ライトからライトアタックをここは対応しています鎮西高校です。ね、先ほどストレート打たれたのでちょっとブロックがストレート締めに行ったら今度クロスですからね。前田から山崎大河というコンビネーションでした。鎮西はまだ水町は後ろにいるというローテーションです。山崎のジャンプローター。清水返すだけ。チャンスボール鎮西バックアタックできた。ここでバックアタック水町台頭。第2セットも鎮西の高校を牽引し続けています。さあ埼玉栄としては水町が後ろにいるうちになんとか得点を稼ぎたいところ。橋本学徒止まった時はやはりキャプテン。
日の第3セットでも全部自分に持ってこい、そんな話をした、声をかけた橋本岳斗。14対9としています。しかし依然として第1セットに続いて大きくリードしているのは鎮西高校。前田ライトを使いました、バックアタック、山崎のバックアタックを使いました。かなり昨日に比べると本当に前田のトスワークというのがちょっと意識変わったなという感じですね。そうですね、いいですね今日のトスワーク、はい、水町だけに偏らせないようなトスワークを見せています。橋本バクト、ちょっと力のないスパイクでしたがよくコースを見ていました。やや体勢苦しいというスパイクでしたがよく打ち切りました橋本学徒。まあ、当然両チームともに大エースはいるわけですけれども、大エースだけに頼るわけにもいきません。当然頂点を目指す上ではしっかりとセッターがトスを振り分けることも重要になってきます。ジャンプサーブはラインを割りました。16対10。前回の春高王者鎮西、再び頂点を目指す、そんな春高の舞台です。レフトに大きく振って砂が上がっていた、クロススパイク打ち切りました。足の状態はどうやら問題はなさそうです。第2セットの終盤3枚ブロックその間でした。点差が5点に再び縮まっています。林のサーブ、ジャンプサーブ、あっとしかしネットにかかってしまった。今日はサーブで流れがなかなか埼玉栄は持ってくることができません。サーブミス第2セットを早くも4本目です。点差は6点。前田のジャンプローター、清水バックアタックは橋本学徒だがブロック、黄色い壁が埼玉栄に立ちはだかります。鎮西高校今遅れながら山崎君がブロック行ったんですけど、よく当たりましたね。ややブロック割れたんですがしっかり最後伸ばしていきましたね。点差再び7点。砂川クロス、このスパイクは安定しています。なんとか砂川で連続ポイントをという埼玉栄。埼玉栄は今まだ砂川が前衛にいるというローテーションです。工藤のジャンプサーブダイレクトで返った、埼玉栄はチャンスボール、砂川だ、今度はストレート、胸を2度叩いてみせました。仲間を鼓舞します。今度はストレートに打ちました ね。ここでは今水町君と砂川君がマッチアップしているので、ここで1本ブロックしたいですね、はい、なるほど。水町がディグに入る、サーブレシーブに入る、上がっている、後ろから橋本学徒だが入っています。埼玉栄点差4点に縮めています。3連続ポイント、いや今のいいスパイクでした。いいですね、なかなかレシーブも難しい場所ですからね、はい、コートの隅の隅に突き刺したというバックアタックでした。ライトから山崎、もう一度上げていますが、あ、タッチネットがありました。ポイントは埼玉栄4連続ポイント。ここで第2セット鎮西高校1回目のタイムアウトです。甘くなったら調子乗るからね、甘くならん1点1点ということを忘れんよって、ええか、はい、前々回の第70回を含め過去今大会3回の優勝を誇る鎮西高校、しかしその前々回の優勝以降無冠に終わっています。今回は王座奪還へ決意の舞台、ただしかしここは埼玉栄のブロックポイント、流れを完全に埼玉栄がこの第2セットの終盤取り戻してきています。点差は2点。このローテーションが回らないので水町君がライト攻撃からレフト攻撃に変わったんですけど、埼玉栄、砂川君がブロックチェンジしてますよね。そうですね、
ここもポイント埼玉栄、点差1点。さあ第2セット勝負の行方は不運9を告げてきました。1点差となったところ、2回目のタイムアウトは鎮西です。ただやってもね、勝ちませんからね、1点1点一生懸命やっていかんと。2年前春高の舞台を制した時、水町は1年生でした。あの大エースの水町を含む水町世代が3年生、まさに集大成の大会です。スーパールーキーから日本一のエースで水町は終わることができるかどうか。埼玉栄は選手交代、3番の田中龍太郎をここでコートに入れます。さあ点差は1点。このローテーションで勝負かけようとしますね。はい、埼玉栄は一気加勢、逆転することができるか。鎮西は踏ん張れるか。工藤のサーブが続いています。水町、前田、そして水町だ。ここで水町で切りました。鎮西高校19点目。苦しい流れでしたが、妻狩さん、ここで切りましたね。そうね、動いてきましたね、水町君が。3枚ブロックついていましたが、動いて相手を翻弄しました。依然として水町は後衛。その水町のサーブ、さあジャンプサーブ、ストレートに打った。セッターに返っている清水。砂川ブロックついています。砂川ワンハンドで上げて返っています。荒尾、前田、そしてバックアタックだ。水町で来ました、20点目。ここはもう水町に託します。そうですね、もう終盤ですからね、最後やっぱりエースに持っていきますね。3年間の思いを乗せて、その水町のサーブが続く。ネットにかかりました。18点目は埼玉栄。しかし点差は依然として2点。第1セットと比べると接戦、まだまだ勝負の行方は分かりません。埼玉栄エースの砂川が後ろに下がっています。砂川のジャンプサーブ、ネットイン、前田、さあどうする、水町だ、ストレートに打ち抜いた。ここはもう水町に託し続けるというセッターの前田、バックトスからのバックアタックでした。そうですね、もうサーブレシーブはちょっとレフト側に流れたんですけども、水町君もしっかり入ってますからね。アンダクローがネット際の押し合いだ。さあどうする、ここも水町、ブロックは3枚ついています。さあどうする、今度はライトを使いました。山崎のスパイク上がっています。後ろから砂川ですが、ネットにかかってしまった。苦しい体勢から振り抜きましたが、ここはポイント鎮西に入っています。点差広がったところ、埼玉栄のタイムアウトです。誰マークしろだな。3番エースだ、エースライダーが決まんないから、はい、終わっていいぞ、いけるぞ、いけるぞ、いけるぞ、自分のことしっかりやれ、自分のことしっかりやれ、ブロックカバーしっかり入れ、分かった、できるよ、3枚ついてるから、ワンチ突っ飛ばそう、 OK、 じゃあ、ステップ、はい、奥に入れ、奥に入れ、奥に入れ。仲間たちから飛んだ言葉、まだ終わっていない。その言葉が埼玉栄のコートに散った選手たちを奮い立たせます。点差は4点。エース砂川、そして橋本、この2人が生きるか。橋本拓磨、ちょっとセッターは走らされた。橋本拓人のスパイク深い位置からでしたが、ネットは、これはポイントは埼玉栄に入っています。19点目が入りました。お互いの意地と意地がぶつかり合う第2セットの終盤です。島津のジャンプローター、あーエンドラインギリギリを割りました。23点目は鎮西高校。またじわりと差が広がりました。決め切るのか、このまま走るのか、鎮西踏ん張るのか、埼玉栄。清水
ランダーで上げます。橋本学徒がレフトに待っている。ストレートに打ち抜きましたがワンタッチがありました。まだ終わらせるわけにはいきません。埼玉栄3枚ブロックワンタッチありでした。橋本がよく相手のブロックを見ていました。さあ点差は3点です。すでに後がない埼玉栄、ここはもう連続ポイントを取りたいという終盤です。ジャンプフローターセッターに返っている水町だ。ワンタッチはありませんでした。再び埼玉栄にポイント。いや第2セットはまだまだ勝負の行方が分かりませんね。そうですね。ただこのサーブでちょっと真ん中に打ってしまうと荒尾君がカバーに行ってしまうので、できればあの水町君の左側に打ってほしいですね。なるほど。そうするとバックアタック打てなくなるので。しかしここは荒尾に行った。バックアタックが来る。水町のバックアタック、ね、こういう形になってしまうのでちょっとサーブの工夫が必要ですね。水町タイトバックアタック。鎮西2年ぶりの優勝に向けて2回戦突破まであと1点に迫っています。清水、橋本学徒ブロックが3枚ついている。さあ前田はどうする。水町だがブロックシャットアウト。まだ終わらせません埼玉栄。ここは水町にきっちりと壁がついていました。また後ろに下がって今サーブレシーブを待っています。クロスに打ってきた。アンダーで上げた前田、水増に託す。上がっています。バックアタック橋本学徒。しかし3枚ブロックシャットアウト。最後はブロックポイント。鎮西高校第2セットもものにしてストレート勝ち。2回戦突破を決めています。第1セット25対17、第2セット25対22、鎮西がストレート勝ちを収めて2回戦突破を決めたという試合でした。薩摩狩さん、はい、この2回戦振り返っていかがだったでしょうか。そうですね、やっぱり埼玉栄高校はちょっと疲れがあったと思うんですけれども、今日はやっぱり鎮西高校の、水町君は、いつも通りのこう結果を残してくれたんで、他の選手が非常にいいプレーしてましたね。はい、前々回の春高王者として臨んだという鎮西、水町含めて今日は、昨日と比べるとかなりトスも前田がかなり意識して振り分けていたようにも感じましたしね。そうですね、そこでやっぱりスパイカーがしっかり決めてたので、上げやすかったと思いますね。はい、そして一方敗れた埼玉栄ですけれども、昨日はフルセットの激戦、今日も、第2セット非常にいい形は作れたんですが、ちょっと悔しい、試合になってしまったかもしれませんね。そうですね、やっぱり本調子で戦ってほしかったなというのはありますけどね。はい、ただどうでしょう、随所にエース2枚含めていい形も見えたんじゃないでしょうか。そうですね、やっぱり将来性の感じられるプレーヤーが多いので、はい、しっかりやっていってほしいと思いますね。そうですね、共にエース水町、そして埼玉栄橋本砂川という、いわゆる水町世代が3年生で迎えた集大成の舞台、エース同士の意地のぶつかり合いもありました。熊本県代表の鎮西高校と埼玉県代表の埼玉栄高校の一戦、2回戦突破を決めたのは熊本県代表鎮西高校、前々回の春高王者が2年ぶりの優勝を目指してこの2回戦突破を決めています。